皆さんおはようございます。副業クワガタブリザのアニアです。今日の動画なんですけど、2022年種親紹介やっていきたいと思います。はい、やってまいりました。まあ2022年ね、種親紹介というわけで、どのクワガタをね、種親として使うのかっていうのをね、紹介していきたいと思います。もちろん2022年バージョンですので、パラワンとかスマトラとか、あの他のクワガタたちもタランドゥース以外も紹介していきたいと思います。で、あとその他にも皆さんわかるでしょ、もうねあのクワガタムシ見たいでしょ、もうみんなもね。僕は、皆さんはクワガタムシのね、オスに飢えてるんじゃないかなと思ってるので、今日僕がね、まあ見せたいなと思いますそれではよろしくお願いします。はい、それではやっていきましょう。じゃあまずね、先にこのクワガタですね、ちょっとペアで見せようかな。このクワガタたちは、はい、乗っけよ、ここにドーンと。はい、わかりますか。いいね、死んだふりしてくれてるおかげではい、わかりますか。このクワガタ、国産のオオクワガタなんですけど、岩手県産のオオクワガタですね。で、68ミリぐらいと、こっちが46ミリぐらいあるのかな。なんでメスを見せたかというと、あのオオクワガタのメスの中は僕個人的に可愛くて好きなんですよね。この羽に縦線が入ってるのと、このオオクワガタはブリード個体の中では小さい方だと思うんですけど、岩手のね、ワイルドの子供、ちょっと大きい46ミリでちょっと気に入ってますね。めちゃくちゃ可愛い岩手県産のオオクワガタで、今年羽化してね、ばっかりでね、金ピカなんでね、2022年にね、親としてね、使おうかな。で、こちら68ミリのオオクワガタですね。かっこいいね、こう見るとね。やっぱりブリード品なのか、厚みがあるね。うん、めちゃくちゃかっこいい。ちなみに今年はのオス2匹と先ほどのメスしか羽化してないので、まあこの子たちが子供できなかったらオオクワガタ類大失敗になっちゃうので、まあこの子たちに期待ですね。まあ今休眠中なんでね、あんま動きは鈍いんですけど、かっこいいよね、なんかね。でもこの子はマジで俺の癒し担当。パラワンとかスマトラとかタランドゥースとかうまくいかなくても、この子たちがね、無事類大できたらいいやみたいな、本当にまあ細々とねやってます。じゃあ次行きましょう。続きまして、次はこちらのクワガタになります。ドーン。はい、先ほどのクワガタとはまた随分と大型なクワガタなんですけど、まあパラワン大ヒラスですね。かっこいい。今季一番大きかった105ミリの個体ですね。まさか初ブリードで105ミリっていうね、大型、105ミリが大型かどうかはちょっと人それぞれに捉え方によって違うと思うんですけど、僕は初ブリードで105ミリはちょっと上出来かなって思ってるので、ちょっと嬉しいですね。で、めちゃくちゃ立派、かっこいいね。うん、じゃあ次行きましょう。次はね、こちらのクワガタになります。はい、どーん。わかりますか？この子すごいんですよね。もう、スマトラ大ヒラタ、100ミリあります。うん。で、この個体は、前のね、増種報告での動画でも出た個体なんですけど、6ミリの不全個体も いるんですけど、その個体から幼虫取れなかったので、ペアリングしていこうかなと。で、この子は、ちゃんとね、綺麗な個体で、かっこよくてですね。で、メスもいるので、そちらと掛け合わせていこうかなと思います。スマトラのワイルドから幼虫取れてますんで、スマトラのワイルドをやりつつ、まあ、こちらのねブリード個体もやりつつですね。もうめちゃくちゃつい最近公職したばっかりなので、1月にねペアリングしていこうかなと思います。いや、可愛いね、かっこいいね。100ミリのスマトラヒラタ、めっちゃ動きがビンビンです。じゃあ次行きましょう。次の個体はこちらですね。はい、ドーン。はい、タランドゥースですね。タランドゥースなんですけど、よく見てもらうと目が真っ白いホワイトアイになっております。で、この個体は本当に我が家でね、まあ、たまたま出た個体でして、まあ、僕本当に大型のタランドゥース育てなくてブリードしてたんですけど、本当偶然出て、で興味なかったんですけど、まあブリードしようかなと思って。で、これ言ってなかったんですけど、実を言うとメスのホワイトアイもね、ちょっと最近浮かしちゃったんであんま触れないんですけど、これで類似できるなと思って嬉しいですね。で、まあ、おそらくこの子たちのお父さんがホワイトアイの遺伝子を持ってたのかなと思われますと。まあ、このメスね、うん、ホワイトアイなんでね、これで類例できるなと。よかったですね、偶然メスも出て。じゃあ次行きましょう。はい、次紹介するのは、まあ、ホワイトアイタランドゥースときたら、もう本命のタランドゥースですね。今季羽化した88ミリの個体ですね。まあ、今季最大級の個体です。 88.2 ミリかな、かっこいいね。で、この個体は還元率が良くてですね、体重が軽くても大きくなるっていう飼育方法をやって、まあ、見事成功した個体となっております。 88.2mm、うん、一番でかい子ですね。で、一応今羽化したての個体がいるんだけど、その個体が 88mm 超えなければ多分この個体が種親になるのかなと思われます。ダイナケットね、今季最大級の個体になっております。じゃあ次行きましょう。はい、次はね、タランドゥース 90.6mm のね、我が子のおなじみの個体です。
で、なんでこの子を来年もブリードするかっていうと、あの見て分かる通りなんかめちゃくちゃ元気なんですよ。すごいまだ節音もちゃんと取れてなくてすごく元気ですし、あの戻し交配といってですね、まあ、分かりやすく言うならば、あ、この子の娘さんたちとペアリングさせていこうかなと思います。まあ 90.6 ミリって、まあ、普通にえぐい個体なんで、この子が生きてる間はね、どんどん種取っていこうかなと思ってます。この子のおかげでチャンネル登録者がね増えたと言っても過言ではない個体ですね。じゃあ次ラスト、2022年の種親ラスト紹介していきたいと思います。はい、ラストはこちらの個体になります。まあ顎見てもらったらもう分かりますね。あの僕が先日タフィーさんというねレコードブリーダーの方からいただいた譲っていただいた個体になっております。内視消失型で、この顎がねちょっとえげつない個体、87ミリなんですけど、でこの子たちとダイナ血統もかけていきますし、僕たちのねあのカイラインといってですね、僕が新しく血統を作り上げようっていう個体とも掛け合わせますし、まあ、この子がね長生きするのであれば戻し交配もしてって、とりあえずこの顎をね子供たちに遺伝させれるようにねしたいなと思っております。うちのダイナ血統と、まあ、タフィーさんのこの個体を組み合わせることによって、うちの子たちって胴体はでかいんですけど顎が短いんですよね。この個体は、まあ、顎がめちゃくちゃ長くて立派な個体なんで、体が大きいダイナ血統とタフィーさんの顎がめちゃくちゃ長い血統を組み合わせて、あの体がでかくてね顎が長いねタランドゥースがね浮かしてくれたらいいなっていう、まあすごい、まあ、そんな簡単にはいかないんだろうけど、そういう考えでやっております。というわけで今期の種親紹介でした。はい、ということでね2022年の種親紹介でした。はい、それではいかがだったでしょうか。ね、2022年の種親紹介というわけで、まあ、あと他にもね、あの今回今日は説明しなかったんですけど、今幼稚やってるねババ黄金もいますし、ビソンノコギリクワガタもいますし、ブルマイスター、実はブルマイスターの幼虫が1匹だけいて、その個体が無事に羽化したらペアリングあのしようかなと考えております。まあ、今回ね、まあ、オスがいないんで説明はしなかったですけど、まあ、まだまだね他にもクワガタいるのでこちらもやっていくっていうことで、タランドゥースに関しては54ミリ以上のメスは手元に残して、先ほど紹介したタランドゥースオスたち 88.2 ミリと 90.6 ミリと今目の前にいる87ミリの個体とどんどんペアリングしてって勝ち取っていって動かなと思ってます。でそれに向けてのね棚を増やしたりね、あボトルを増やしたりとかっていう準備をね僕の方では着々と進んでるので、とりあえずタランドゥース飼育に関してはね、まあ、2021年以上に力を入れていこうかなと思っております。というわけで今日の動画は以上となっております。それではね、いつも僕の動画を最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。これからもね僕のことをね応援したいっていう方はね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。僕 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、概要欄の方から飛んでもらって、よろしかったらフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。